デビューから7年が経ちました。現在 WBA 世界ミニマム級5位阿部悟、いよいよ世界への舞台へとあと一歩までやってまいりました。今夜は大事な大事な世界前哨戦を迎えています。皆さんこんばんは。今夜のリアルファイトボクシングはミニマム級の10回戦阿部悟対ビッグスパシャレスの試合の模様を中心にお送りしていきます。放送席をご紹介しましょう。解説はおなじみ元 WBC 世界ジュニアフェザー級チャンピオン、現在は畑中ボクシングジム会長の畑中清さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。畑中さん、まずはこちらをご覧いただきますが、はい、チューブはこの秋のボクシング熱非常に高まってますね。そうですね、タイトルマッチが目白押し、はい、特に畑中さんのジムの中野選手も東洋太平洋に挑戦、はい、11月ですね、はい、その後12月にも杉田竜平がカムバック第一戦として飛騨の古川で試合を行いますよね、はい、それから今日リングに上がる阿部選手、12月にも世界初挑戦かとも言われております。そうですね、そうなると今日が前哨戦になるんですけども、はい、そんな時の選手の気持ち、気をつけないところどんなところですか。そうですね、まあ、12月に世界タイトルとその前哨戦ということであんまり硬くならないようにですね、普段練習しとること、またトレーナーのとの作戦をね試合で、出せるように楽しみですね。はい、注目の試合はまもなくゴングです。赤コーナー WBA 世界ミニマム級5位、これが世界の前哨戦となります。104ポンド4分の3松田ジム所属阿部悟。青コーナー104ポンド2分の1フィリピンリンス・パーショネス。畑中さん、はい、これがいよいよ世界前哨戦となります赤コーナー松田ジムの後輩阿部選手、今日の相手はリックス・パーショネスです。はい、さあ第1ラウンドのゴングが鳴りました。赤コーナーから出ましたサウスポースタイルの阿部悟、世界ミニマム級第5位、 WBA の第5位にランキングされています。一方の青コーナーから出ましたリックス・パショネス、フィリピンはダバオ出身、現在20歳、右のボクサータイプです。阿部の方はキャリアがこれが26戦目、過去の25戦は22勝2敗1引き分けです。そして9つの KO をマークしていますが、畑中さん、はい、前回の試合で阿部はもうオープニングヒットの右のボディで相手を1ラウンドワンパンチ KO でしたね。右のボディじゃなかったですね、フックですね、右のフックで、はい、はい、その快感はしばらく残っていたんだけれども、その後大振りになったんで、またいつもの手数を出すようなボクシングにもう一回修正したと言っていました阿部悟です。右を振って、なんとかこの今日は阿部は右のボディーブローから、それから左右のフック、そしてショートのストレートワンツーを出していきたいと、こんなことを言っていました。高森トレーナーとの作戦ではまず右のボディーブロー、これを取れということを指示を出しています。左のボディーです、突っ込んでいきます阿部。赤いトランクス、マスダジムの世界ランカー WBA 世界ミニマム級5位、今日が世界前哨戦の阿部悟。一方のリックス・パシです、パショネスはフィリピンのノンランカーです。昨年フィリピンの国内ミニマム級15位にランキングされていました。もっと大丈夫というふうにパショネスが両手を挙げました。阿部ボディを打っていきます。阿部の立ち上がりいかがですか畑中さん。積極的に、はい、正面から行き過ぎますからね、はい、ちょっと心配ですけども、ボックス両者の身長差はほとんどありません。阿部が身長156センチ、一方のパショネスは157センチですが、阿部の方が低く相手の中に潜ろうとしてますよね。そうですね、今日ダッキングして中に入ろうという阿部、もう一回中に入るタイミングを伺っています阿部。大振り右、パショネスの振りがちょっと大きい、右のアッパー、おっとパショネスもこれはフェイントか、右を振っていきます阿部。今日の世界前哨戦に勝てば12月には WBA の世界ミニマム級のタイトルに挑戦かとも言われております。10月にそちらの方の、チャンピオンというのが決まるんですね。決定戦があるんですね、
その勝者との対決が今のところ予定されています。阿部左右の吹き込もらいました。ですからその前をした前哨戦、どうしても今日は負けられない、そして内容も共に問われる試合であります。右からおっと入ってきたパシュレス、いきなり大きなパンチを振ってきましたパシュレスです。世界前哨戦の第1ラウンドが終わりました。第2ラウンドが始まります。赤コーナーから飛び出しましたマスタージムの世界ランカー阿部サドル、現在 WBA 世界ミニマム級の5位にランキングされています。危ないね。第2ラウンド両者のスピードが上がりましたね。特にリックスパショレス阿部が入るときに、はい、右アッパー狙ってますから。あ、なるほど、これですね、このパンチ、はい、これは阿部も左を出しづらくなります。そして入るタイミングも難しくなってきます。このアッパーはスピードありますね。ありますね、はい。逆に高森トレーナーと阿部の作戦は今日は右のボディーブローを起点にして、そこから左右のフック、そして中に入ってショートのワンツーを打っていきたいということでした。さあ、この左右のボディーです。これが出るときは調子のいい証拠だと高森トレーナーも言っていました。畑中さん、いかがですか。その入るまでが肝心なんですね。そうですね、阿部は左のファイターです。一方のパスメスは中に入れたくない。この右腕がもう早くも阿部に対して威嚇を行っています。しかし阿部は左ストレートで押し返す。さあ、コーナーポストに詰めた、上下の内訳ですが、おっと右フック入りましたね。右フック入った、入りました、右のハンプです。右フックですね。ダウンです、ダウンです。カウントは数えられます。右のフックでダウンを奪いました。しかしこれは大丈夫、ファイティングポーズを取りますリックスパショレス。なんかすくい投げたようにも見えたんですが、フック入ってましたか。右フック入りましたね、はい。さあ、今度はまたコーナーポストに詰めた阿部サドル、おっと今度ボディだ、左のボディです。2度目のダウンを奪いました。第2ラウンド2度目のダウン、1分20秒過ぎ。さあ、今度も立った、立った、今度も立ちました。リックスパスレスカウントイードで立っています。さあ、阿部は2度ダウンを奪いました。一気に決めるか。第2ラウンド、これが世界前哨戦。頭を低くして上下の内訳ボディ、さあ嫌がるパスレスですが、なんとかコーナーを脱出。阿部はしかしこの追う攻撃、手を緩めません。さらに低くしてボディ、左のボディです。阿部の得意なこの左ボディが出ましたね、畑中さん、ね、はい。またポストに詰めていきました。コーナーにするとダウンです、ダウン、3度目のダウン。これで試合終了、試合終了です。結局阿部、第2ラウンド2分過ぎ、テクニカルノックアウト勝利を抑えました。世界前哨戦を TKO で見事飾りました阿部サトルです。それでは勝ちました阿部選手にお話を伺います。おめでとうございました。すいませんでした。何がですか。やっぱりガチガチでしたね。これが世界前哨戦、次も決まりました。はい、そのつもりでずっと練習してきましたから、はい、とりあえず今日は内容がもう本当全然ダメなんですけど、いつもね、内容悪い次はいつもいいんで、次はこうやって塩見さんにチャンピオンベルトはめながら勝利者インタビュー受けるといいと思ってます。でももう12月に世界戦ですよ。はい、そうですね、期間も短いんで、すぐにでも練習再開して、はい、頑張りたいと思います。努力と根性の男、その努力と根性が報われることを祈っております。そうですね、まだまだ足りないです。もっともっと練習して、本当にどんな形でもチャンピオンベルトを負けるように、今来てるお客さんにチャンピオンベルトをお見せする日が間違いなく来ると思いますので、それまで本当に楽しみにしていてください。頑張りますんで。阿部選手、世界前哨戦は見事 TKO で勝利を抑えました。畑中さん、はい、この世界戦に向けて阿部選手が成長したところ、まずどこですか。そうですね、2回目のダウンなんかは本当に右フックが綺麗に顎を入って、はい、今まででは、あんな倒すシーンはね、前回そうだったですけども、はい、あんまり見たことないんですけどもね、パンチがついたのかなというところですね。いうところですね、はい。逆にこれからに向けてさらにこれを肉付けしてほしいというところありますか。そうですね、やっぱりくっついて、連打打つのが阿部の、長所ですからね、はい、そこまでするのにいかにどうやって
入るかと相手の懐に、今日でも、まあ、真正面から入っていく、向こうのパッショネスですか、はい、右アッパーね、ありましたもんね、危なかったですから、はい、入れる手段をね、うん、今後、まあ、世界までに考えながらですね、入ったら、安倍のボクシングができるんですから、はい、それが楽しみですね。